続いてはゲストコーナーです。今回は今月22日高崎市の G メッセ群馬で行われる女子プロレス大会についてご紹介いただけます。今回のゲストは前橋市出身のプロレスラーお二人です。まずお一人目です。この4月にデビューしたばかりの前橋市出身のいすず選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて同じく前橋市出身のひそか選手です。よろしくお願いします。お願いします。ではまずはじめに今回主催しているプロレス団体ジャストタップアウトの興行は群馬県では初めてということなんですが、どのような団体なのかご紹介をお願いします。はい、ちょっと読み上げさせていただきます。ジャストタップアウトは現在も様々な団体で活躍している高道の区代表が2019年に旗揚げした団体で、ジャストタップアウト、ギブアップ降参させるとコメントしたのが始まりとされています。はい、そうなんですね。そして今回はガールズスペシャルイン群馬という大会なんですが、どんな大会なのか教えてください。はい、JTO は男子と女子がどっちもいる団体なんですけど、その中で今回はガールズスペシャルということで女子の選手だけが参戦するっていう大会になります。そうなんですね。はい、そしていすず選手は前橋市出身で今年の4月にデビューしたばかりなんですよね。はい、剣道とバットをやっていたということなんですが、プロレスラーへのきっかけは何だったんですか？2022年の12月に高田一工業という工業があったんですけれども、はい、そこで稲葉友香選手対鈴木すず選手の試合を見て、うん、かっこいいな、やってみたいなって思ったのがきっかけでプロレスラー目指し始めました。やっぱり生で見るプロレスラーの皆さんっていうのはかっこいいものでしたか？はい、だからそこに自分もなってみたいなって思ってたら、気づいたら自分がリングに立つ側になっていたって感じですね。そうだったんですね。そして同じく前橋市出身のひそか選手、はい、2022年の11月にデビューしまして、まもなくデビューから2年を迎えますが、いすず選手と同様剣道をやられていたんですね。はい、また何がきっかけでプロレスラーになられたんですか？私もでも同じような感じで、もともと見るのが好きで気づいたらみたいな感じでした。そうでしたか。はい、この2年振り返ってどうですか？大きな怪我とかも特になく、楽しくやらせていただいてて、うんうん、もう2年かみたいな感じです。あっという間だなっていう感じですかね。はい、はい、さあでは今月22日の試合の概要というか中身についても伺っていきたいと思うんですが、まだすべての試合カードは発表されていないということなんですが、高崎大会ではお二人が組みまして、青い稲葉友果組とのタッグマッチが決定しているということなんですね。はい、どんな試合にしたいですか？まあ、その青い選手、稲葉友果選手って JTO ガールズでは2トップ、もう格上で、私なんかはまだ1年も経ってないので、本当に今回はチャレンジなので、ちょっとね、今持ってる実力全部この日に出し切るぞって思ってますし、まあ、先輩ひそかさんと一緒なので、はい、もうちょっと頼りにしてます。あ、あれどうでしょう、ひそか選手は？はい、私もすごくお二人には、葵さんと友香さんには、うん、JTO 入った当初からめちゃくちゃお世話になってたので、地元で対戦させていただけるのはめっちゃ嬉しいんですけど、いすずにもたくさん頑張ってもらって、たくさん活躍してもらって、私はアシストします。先輩として心強いですね。ちょっとよろしくお願いします。さあでは、高崎大会の日程と入場料金の確認をしていきましょう。ジャストタップアウトガールズスペシャル in 群馬大会は今月22日日曜日 G メッセ群馬で午後5時ゴングです。入場料はご覧の通りとなっています。なお18歳以下の人は当日1000円で観戦いただけるということです。証明できるものをご持参ください。詳しくは JTO のホームページをご覧ください。そして今回はなんと JTO プロレスから
テレビをご覧の皆様5組10人をご招待いただけるということです。ありがとうございます。メールかファックスに群馬テレビひるぽち JTO プロレス係まで、お送りください。なお当選はチケットの発送をもって返させていただきます。では当日は群馬への凱旋となりますが、ぜひ番組ご覧の皆様に向けてメッセージだったり意気込みをお願いします。はい、まずは石津選手お願いします。はい、初めての群馬凱旋、そしてね、次いつ帰ってこれるか正直わからないので、この機会に多くの人に見ていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。では石津選手お願いします。はい、プロレスを見たことない人もたくさんいらっしゃると思うんですけど、そんな人でもプロレスに興味を持っていただけるような面白い試合をできるようにいすずと頑張ります。お願いします。はい、ぜひ地元群馬前橋市出身のお二人の活躍を間近で見ていただければと思います。今日はここまで今月22日 G メッセ群馬で行われる女子プロレス大会について、前橋市出身のプロレスラー石津選手と密香選手にお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。